はい、皆さんこんばんは、たくまです。今回の動画はですね、まあ、意外と僕そのね、ラジコン動画撮っててなんか党員の話はしてましたよ。リアの党の話はしてたけど、フロントの党の話してなかったなと思って、今回フロントの党の話したいと思います。まあ、まずね、フロントの党ってなんすかって感じなんですけど、まあまあリアと一緒ですよ。リアは、まあこんな感じにね、党員って言いますよね。党員になってるわけです。まあ2度とか 2.5 度とか、まあいろいろありますけど、フロント党に関してはですね、党員にすることはないんですよ。ほぼほぼ。ほぼないんです。まあやる方もおられると思うんですけど、やっても0度。はい。0度ですよ。もうまっすぐなんです。でも、党アウトっていうのにはよくしますよね。まあ皆さんやっぱ、フロントの党とか、やっぱね、案外気にしない方多いと思うんですよ。実はね、めちゃめちゃ変わるんですよね、トーアウトって。えぐいほど変わっててですね、えぐいほど変わるって言ってもね、トーアウトにすればどうなるか、トーアウト進化したらどうなるのかとかね、そういうのをね、まぁ、ちょっと今回、話しつつ、まぁ、重要性を言っていきたいと思います。まずね、トーアウトにすればどうなるのかっていう話なんですけど、まぁね、いろいろな話が出ております。トーアウトにすると曲がる。トーアウトにすると曲がんねえとか、で、トーアウトを減らすと、直進安定性が減るとか、なんかいろいろ言われてますけど、なんか、まあね、いろんな噂があるわけです。まあそれは仕方ないんですよ、本当に。もうラジコンっていうのはね、人がね、やっぱ操作したその感覚で、のことなんで、ラジコンがどんだけね、どんな動きしようと、その人がいいと思ったらその動きがいいっていう感じなんですよ、ラジコンって。で、まあね、トーアウトにすれば僕の、その感覚なんです、これは。僕の感覚で言うとですね、まあ、トーアウトにすればね、まあ、なんて言うんですか？曲がるとは言われてますよね。どっちかっていうと。なんか曲がるって言われてるんですけど、意外と曲がんねえとか言う人もおられるんですけど、僕は曲がると思ってます。まあ、曲がるって言ってもめっちゃくちゃね、変な曲がり方するんですよ。増やすと。ある時僕はですね、ふと思いました。なんかトーアウトってみんな 0.5 とか1度しかやってないけど、じゃあ、そういえば2度とかやってみようかなと思って、トーアウト。2度やったんですよ。そしたらくっそ回るんですよ、車。なんか、もうやばいんですよ。トーアウト、じゃあ、1度の時の、動きを再現しますね。トーアウト1度の時って、まあ、車がね、その初期がコーンって入って、まあ、そのまま、まあまあ、おなじみの曲がり方です。トーアウト2度にすると、大げさじゃないんですよ。これ、本当にこういう曲がり方して、初期入るじゃないですか。そしたら、カキンって入るんですよ。ガチで、ゴーンって入るんですよ。で、ナーンって入ってくるんですよ。なんか、すっごい、なんか、フロントが超初期あって、バリンって曲がってくるようになって、うわ、すげえ、トーアウト、すげえと思って、から、トーアウトをね、かなり気にするようになりました。なのでね、まあ僕はトーアウトを増やせば増やすほど、初期が上がっていって、パキンって入ってくる車になるっていう、その、すごいアグレッシブな動きになるんですよね。で、トーアウトを減らしていけばいくほど、次僕は曲がんないんじゃないんですよ。曲がるから増やしていくで、減らしたら曲がんないじゃなくて、安定していくんですよ、車が。なんかね、トーアウトを減らしていくじゃないですか。そしたらなんか初期が入んないからかわかんないんですけど、すっごいね、なんか丸く走るなんですよ、車が。と思って、すげえな、トーアウトと思って、車の方向性が全く変わってくるんですよね、トーアウトって。だから変な話で言うとですね、僕のその感覚で言うと、まあセッティングの一部として、どういう時にね、トーアウトを変えてるかっていうと、車もうちょっと丸く曲げてえなとか、もうちょっとバキバキに曲げたいなとか、そういう時は、じゃあ今日はね、テクニカルなコースだから、バキバキにしてえなと思った時に、トーアウトにするんだ、トーアウトに。で、増やしていけばいくほどいいんですけど、次増やしすぎはダメ。なんでかっていうと、そのカクカクしすぎて、なんかコーナー速そうに見えるけど、ただ車が止まってるだけっていう悲惨な状態になるので、まあ、まあね、トーアウトつけても 1.5 度、最大は。でも 1.5 はつけない方がいいと思います。だから、1度が限界と考えて、それ以上欲しいんやったら 1.2 度とか、そんぐらいですね。まあ僕はそういう考えでやっております。まあ初めてね、2度にやった時は、うわ、めっちゃ走れと思ったけど、タイムで全然上がってなかったんで、まあただね、感覚は良しとしても、タイムには繋がらないということで。で、逆に、その、糖をね、減らしていくと、丸く走るから、うわ、このコース広って思って、でも、じゃあちょっとさ、カクカクいらんから丸く走りてって思った時には、糖を、まあ、減らしていくわけですね。0.5 度とか。まあ、0はね、僕やったんですけど、ちょっとさすがにフラフラしたんで、0度は。0.5 とか、0.7 とか、まあ、0.5 以下はしないですね。0.5 が僕は一番下の数値として、いつもやっておるんですけど、まあね、一番操作しやすいのは1度です。なんか1度が一番やりやすい。で、なんかちょっとね、1度でも運転が難しいという方は、0.8 とか、
0.7 とかそこら辺がいいと思います。だからよくね、あのゲージを当てるときに僕が言うことは、このハンドルをね、まあ、そのキャンバーも同じなんですけどね、ハンドルをこうまっすぐの状態です。まっすぐの時に測ってあげないと、まあ、もし、まあ、いい加減にするとこうね、こういう、まあ、この状態ですよ。もうハンドルがくっそ曲がった状態で、とじゃあ一度一度って合わすじゃないですか。これまっすぐにした時どうなるかってわかります？もうめちゃめちゃ狂ってるわけなんですよ。これをだからまっすぐでちゃんと合わせてあげないと、すっごい変な車になる原因なんで、もし、まっすぐにしないで、うん、まあ、適当でやっちゃえっていう方がおられましたらですね、ぜひね、なんかね、多分、その車、なんかカクカクした動きになってると思うんで、片方だけ巻くとか、片方だけなんか浮くとかね、ハイグリップサーキットだったらあると思うんで、まあ、ぜひぜひ参考にしていただいて、まっすぐの状態でぜひ、と、測ってみてください。キャンバーも同じこと言えるので、はい、よろしくお願いします。まあ、ぜひ、皆さんね、これを機にちょっとね、気にしていただけるとですね、かなり車のね改善もされると思いますし、まあ、僕もね経験した中でやっぱね、トーアウトとか狂ってたらね、すっごい動きになるんで、ぜひね、車が片方だけスピンするとか、なんかスピンしまくって走れないとか、もうちょっと車を楽にしてとか、車もちょっとバキバキ動かしてって方は、ぜひ今度の参考によろしくお願いいたします。ということでですね、今回はこんな感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。